この船の船長か。それがどうした。スケリッジに行きたい用がある。泳いで行きな。島の連中も黒の軍団もみんなあの辺りの船を襲ってんだ。今じゃ誰もあそこには行こうとしない。頼む。奴らとは取引できるし、そうすれば襲われない。そうしてる船もあるはずだ。そうは思えんな。ただアトロポスって船のウォルバーストーンならわからんぞ。嘘つきの盗っ人だ。海賊と取引してても不思議はない。なるほど。そいつはどこにいる。自分のブッダ小屋さ。そうでなきゃゴールデンスタージョンだな。フラスコがいないか聞いてみな。ウォルバーストーンか。アトロポスの船長の。それがどうした。ウォルバーストーンの船長のアトロポスだったらどうする。スケリッジまで行きたい。アトロポスでアドスケリックへ行く予定だ。穀物を運ぶのさ、内緒だぞ。金は持ってるか。ほら、これで足りるか。うん、牛の金玉みてえにずっしりだ。いつ出発する。すぐは無理だろう。立つのがやっとじゃないか。ウォルバーストーン様はシラフでは船に乗らん。船が揺れれば俺も揺れる。船酔いとは無縁さ。さあ出航するか。行くぞ。まずは乾杯だ。追い風に、幸運に、そして我がアトロポスの頑丈さに。怒りをあげるぞ。寄るな、殺すぞ。死ぬのは怖くねえよ。ここはアードスケリックか。なんでわかる。アンクライト一族のものを身につけている。それが理由だ。アトロポスに乗ってきたのか。ああ、お前たちと取引していたはずだ。お前たち、ルゴスとは何か話をつけてたかもしれんが、
クラフはそんな話には乗らねえよ。この辺りじゃよそ者の船は歓迎されないぞ。それでスケリッチに何の用だ？女魔術師と約束がある。ベンガーバーグのイエネファーだ。アードスケリッグにいるはずだ。ケイヤ・トロールドに魔女が住んだ。クラフが呼んだんだ。そいつのことかもな。トゲのある言い方だな。耳がいいな。みんなあの魔女がクラフを丸め込んでるって話してる。みんなをこき使ってやがるんだ。嫌がらせしてるって噂だ。まあ魔女だしね。会ったことがあるのか。どんな見た目だ。ああ、白と黒の服を着てる。胸がなきゃ打ち上げられたシャチと見分けがつかないぜ。どんだけ女に飢えてたって、あいつだけは海に放り出してやりたいってやつは多いだろうよ。別に悪人ではない。よく知らないだけだ。そう言うならそれでいいさ。道は知ってるのか？見つかればいいんだが。北だ。それから橋の手前で西の入り江に向かえ。今日は族長が港にいるはずだ。お前が探してる女魔術師もそこだろう。助かるよ。セイレーンのネグラは破壊してやるな。ローシー、走れ。
よしよし。港に困っている男を助けてくれるか。お別れをし。手間をかけてすまない。だが今本当に困ってるんだ。どうした？前回の嵐の最中に船が岩だらけの海岸で難破したんだ。何もかも失った。どうやって助けろと？家に帰る金すらなくてね。しかも一日遅れるごとに破産に近づくんだ。やはり結局は金の話か。じゃあ借りたいのか、それとも施しが狙いか。残らず返す。誓うよ。ノビグラドにある俺の家を訪ねてくれるだけでいい。いいさ、助けてやる。ノビグラドにはよく行くからな。商売の調子を見に立ち寄ってもいい。ありがとう。港湾地区にいる。名前はヨハン・ボーナーだ。じゃあまた会おう。君が行く必要はない。ええ、でも決めたことよ。どうかしてる、あんな小娘が。長くベッドを共にしたんだから。ビルナが静かに。彼女が決めたことだ。綺麗だ。ありがとう。また会えて嬉しいわ。ああ、ジョージね。テルショック一族の王、ブランは最後の航海に旅立った。旅路の先には、誇り高き我らの祖先が待っている。彼らは共に狩り、戦うだろう。彼らは共に火を囲み、遥か昔からの功績を称え合うだろう。彼は今、我々の心の中にのみ生きている。いつか、我々も彼のそばに立ち、共に海を駆ける。その素晴らしき日を待とう。ブランを知ってるのは。ええ、とても尊敬されていたわ。妻とは違って。好
ケリッチは部族の集合体だ。戦争の時は全ての部族が王のもとに団結するしきたりだ。我々はブランに別れを告げた。後継者を選ぶ時だ。黒の軍団との戦いで我々を導く王。ケイアトロールドの門はテルショック一族の王ブランを愛した全ての者に開かれている。酒と肉は有り余るほど用意した。通夜の宴席が終わるまでに我こそは王冠にふさわしいという者は名乗り出ろ。2年ぶりの再会だ。周りに何もない海辺のコテージへ行って二人きりで一週間ほど過ごしたいところだ。一週間も何をして過ごすの？いろいろあるな。そうね。中でもロープを使った火遊びは嫌いじゃなくてよ。心を読んでるのか？うん、あなたの考えてること気に入ったわ。ベレンで何かを知ったのね。ベレンを見たがひどい年だな。シリは怪我をし男色を自称する漁師の城に行ったらしい。怪我？ひどいの？男色が活かせるぐらいだ。もう回復してるだろう。彼女は君を探してたと思う。少し前に彼女は3人の魔女の手に落ちたんだ。運よく逃げ出せたようだが。魔女？化け物と言った方が近いな。正体は分からない。ただひどく危険な奴らだ。ベレンではもう一人懐かしい友に会ったぞ。キーラだ。キーラメッツがあんな荒野で何をしてるの？ウィッチハンターから隠れてる。エルフの魔術師がシリを探しに来たらしい。分かった。また時間のある時に詳しく話して。ノビグラドに行ってきた。シリはそこにいたようだ。呪いを解こうとしていたらしいがもういなかった。確かなの？ダンディリオンから聞いた。誇張はしていない。その呪いのこと詳しくわからないの？わからない。厄介ごとに巻き込まれ目的を果たさなかったようだ。俺が見つけたジグに魔法をかける方法を探していた。後で調べてみろ。君はどうなんだ？何かわかったか？前にヤードスケリックで奇妙な事件があったの。とてつもない魔力の攻撃を受けてものすごい被害が出たのよ。本当に桁外れだった。完全に異常よ。あんなの見たことなかった。私の勘では原因はシリだと思う。君の勘には一目置いてるが、もっと確実な証拠が必要だ。現場を調べれば確信が持てたはずなんだけど、残念ながらエルミオンと部下のドルイドたちが誰も近寄らせなかった。エルミオンがスケリッチのドルイドを束ねてるのか。最後に会ったのは、まだシリが小さかった頃ね。頼みを聞いてくれるとは思えないわ。いくら昔馴染みでもね。エルミオンはなぜ調べさせてくれないんだ？見解の相違とでも言おうかしら。大きく深い溝がある。見て、クラフよ。白狼。久しいな、クラフ。通夜で会えるだろうな。どんな言い訳も聞かない。必ず来い。お前と話したいことがあるんだ。二人きりでコテージに行くのはお預けね。クラフ・アンクライトは味方にしておかなくちゃ。ツヤには白と黒の服で行かなくちゃ。あなたもふさわしい服に着替えてきて。獲物の血が染みついたような服じゃダメ。知ってるだろう。新品のダブレットは苦手なんだ。君が先に来て伸ばしてくれないと。言い訳は聞かない。遊びに来たわけじゃないはずよ。私たちの問題を解決するにはきちんとした格好をする必要があるの。宿屋に部屋を借りてあるわ。服もいろいろと置いておいた。早く行って着るものを選んで、私はその間に済ませる用があるから。宴会場の入り口で待ち合わせましょう。
あなた、ウィッチャーでしょ。